中央区立時和小学校は東京都中央区日本橋本国町4丁目にある小学校。校名は1873年当時の江戸城の正門である時和橋を門の名にちなむ。日本銀行、日本橋や三越日本橋本店などが周辺にある関東大震災の被害を受けてその後に鉄筋コンクリート作りの校舎で再建されている。 中央区の他のいくつかの小学校とともに復興小学校の一つに数えられる。当時の校舎が現存しており、東京都選定歴史的建造物、経済産業省近代化産業遺産に指定されている。敷地内には第二次世界大戦時の防空壕が残っていて、現在は防災訓練などに使用されている。2009年時点では児童数139名であったが、 入学志願者が増加したことにより、2015年4月より、抽選での入学となり、さらに2017年4月よりクラスを一組から2組へと増やしている。このことにより、以前までは他の区からの通学をしている児童も少なくはなかったが、今の現状中多くからの児童が大多数を占めている。その後も2017年5月1日時点で、児童数181名、 2019年2月時点では207名と年々増加傾向にある。2009年より、月島、勝時、筑田、晴海地区、スクールバスが運行されている。ありがとうございます。